藤田賢治は、青森県八戸市在住の版画家、漫画家、エッセイスト。現代動画会会員。青森県鶴田町出身。青森県立五所川原高等学校卒業。高校卒業後、新聞記者を経て、公共職業安定所勤務。公務員生活の合間を縫って、版画家、漫画家、エッセイストとして作品を制作する。著書。 看護婦の親父頑張るシリーズは同名映画化され、昭和55年度文化庁優秀映画賞受賞。1939年、青森県鶴田町生まれ。1958年、県立御所河ら学校卒業。高校卒業後、新聞記者を経て、公共職業安定所勤務。1999年、八戸公共職業安定所所長を最後に、 公務員生活を終了。この間、版画家、漫画家、エッセイストとして活躍し、また1974年、朝日新聞に投書し、看護婦の労働条件の向上を目指して、看護婦の親父の会提唱。著書、看護婦の親父頑張るシリーズは、俳優の前田銀を、主人公に同名映画化され、昭和十五年度文化庁優秀映画賞を受賞する。現在は、 青森県八戸市に在住し、不定期で版画制作や展覧会などを行っている。2012年10月に八戸市デザインポータルあっちにて版画展を開催。現在ワッチにてカレンダーが常設展示されている。また、八戸市の著名人として新聞や YouTube などでインタビューを受けている。ありがとうございます。